こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、私がもともとお金持っていたら多分ビジネスはしていなかったでしょうね、きっとね。私にはお金もないし、人脈もないし、もちろんコネもないですし、社会的な立場も何にもないわけですよ。何もないからこそ欲しいと思ったんでしょうね、きっとね。で、私今ね、家もありますし、車もね、ナイト2000をはじめベルファイアがあったり、あと軽自動車が2台あるんですよ。合計4台あるんですけども、私ね、それでもね、隠居して初めて最初の1ヶ月で車も手放すことになったんですよ。車検も来てたんですけどもね、車のいらない生活に入ったんですよね。で、車がなくなった時に欲しいなと思ったんですよ。なくなったら欲しくなるんですよ、やっぱり。で、私はね、デブになってきました。デブになってきたから痩せたいと思うんですよ。だからなんかね、何々すぎてしまった反動なんでしょうね。何々すぎてしまった反動、お金がなさすぎてしまった反動で稼ぎたくなったりとか、モテなさすぎてモテたくなったりとか、もう寂しすぎて人と触れ合いたくなったりとか、いろいろあるんでしょうね、きっとね。私はね、あんまり深く考えずに、先のことも考えずに、その時の気分、その時心が感じてることのままに動こうかと思ってるんですよ。これ以前もお話しましたけども、心っていうのは私自身のようであって別の他人なんですよ。で、やんちゃ姫なわけなんですよね。私の心っていうのは私の感情とは全然別の動き方をするんですよ。あー、あれ欲しいなと思ったり、ちょっと落ち込んじゃったなとかね、頑張るぞみたいな、ね、心って勝手に動くんですよ。ぴょんぴょんぴょん飛び跳ねてるんですよ。ですので、その心を制御するために私は精神力っていうのが必要だと思ってるんですよ。その精神力っていうのは学習とか体験とか出会いによって鍛えられると思ってるんですよね。ですので、私はね、一つのモデルを提しました。それは2013年過ぎて2015年頃だったと思いますけども、私がね、最初に年収を、最初2013年、それまでは年収がマイナス数百万だったんですけども、初年度で最初年収が2500万だったんですよ。その時に、この急に増えたお金、売上、社会を維持するためには精神が必要だなと思ったんですよね。だっていきなり生涯初の年収2500万突破ですから。それ以来やっぱり、ね、次の年も年収3000万か4000万ぐらいになったんですけども、そうなってくるとね、この売り上げを制御する自分が必要だと思ったんで、私はね、モデルを探しました。それが与沢翼だったんですよ。与沢翼さんっていうのは、当時派手なプロモーションをまだしていましたけども、私はね、見抜いていたって言ったら格好良すぎるんですけども、セミナーの中で話すその9割ぐらいは稼ぎ方ではなくて、お前はどう生きるんだってことだったと思うんですよ。少なくとも私はそういうところだけを抜き出して、ずっと受け取っていました。それが未だに続くんですけども、シンガポールに移って今ドバイに行ったりとかね、いろんなね、タイに行ったりとかしてる中で、情報発信、与沢さんの情報発信っていうのはいつもね、私に問いかけてくるんですよ、ね、私はそう思うだけなんですけども、私にね、問いかけてきます。お前はなんでそれやるんだと、それがなかったらどうするんだ、それに本当に命をかけてるのかとか、先ほどの心は他人っていう考え方も与沢さんの捉え方なんですよね。で、今与沢さんのメンバーシップも当然入ってますけども、すごくね、学ぶことが多くて、私のその判断材料とか精神っていうのは、これもしかしたら与沢さんの考え方にものすごくね、影響を受けているところもあるんですけども、きっとね、気が合うんだと思うんですよ。私が勝手に言いますけども、気が合うんだと思うんです。ですので、素直に入ってくるんですよね。で、それを今私は情報発信するときによく引用するんですけども、やっぱりね、誰が言うかって非常に大事なのと、これは誰々さんの言葉ですよっていうのは非常に大事だったりするんですよね。で、いろいろとね、今日も申し上げましたけども、ちょっとまとめていきますとね、やっぱりね、心に引っ張られる人生なんですよ、多くの方。心が疲れたと思えば、もうめんどくさいと思ったら、モチベーションが下がったって言えば、心の命じるままに、やっぱりね、動きを衰えさせてしまうんですけども、私はね、心を制御する精神力を私は、身につけたいと思ってるし、一部身につけてると思ってるんで、心が下手った時に精神力で励ますことができる。心をね、自分の精神の、レベルまで上げていくことができる。そして自分が達成したい目標とか目的とか夢があるとしたら、心をね、そちらの方に向けさすことができるんですよ。それは常に鍛え上げた精神力の力だと思います。ですんでね、今はですよ、心があちこち行かないんですよ。心自体が私をね、引っ張ってくれるんですよ。だから内側から出るものがそこにもある、ここにもあるってことなんですよね。心も内側から出てくる。そして精神力も心を制御するばかりか、もうね、精神力自体が私にね、楽しみに生きろと言ってるわけなんですよね。ということでいろいろと申し上げましたけれども、ここでね、ちょっとお知らせがあります。全然話題違いますけども、私ね、ブラックカードを持とうというね、
50歳になるまでブラックカードを持とうという計画を立てていたのを皆さん覚えてますかね。一番最初はね、こういう風なね、JCB の、まあ JCB っていうのは日本国内で使えるカードなんですけども、その最上級にザクラスっていうのがあるんですよ。ザクラス、これがブラックカードです。あの通常アメックスのセンチュリオンカードね、ブラックカードっていうのが一般的ですけども、あれはね、日本の人口で5000人しか持てなくって、その5000人のうちの誰かが大会したら1人だけ募集が、インビテーションがかかるっていう制度なんで、私にはちょっと無理なんでね、私はちょっとそこと比べることはね、なかなかできないんですけども、そことはちょっと違う種類で日本独自のブラックカードを目指そうと思ってるんですよ、 JCB で。最初はこの普通のカードから始まるんですけども、ちょっと頑張るとね、ゴールドカードがもらえるんですよ。で、今私はゴールドカードを使ってます。そのゴールドカードなんですけども、通常はゴールドカードの後、このプレミアムっていうカードがあってですね、プレミアムってカードを卒業すると、このプラチナカードになります。で、プラチナカードを使ってインビテーションを待つって形なんですけども、一般的にはこれが最上級カードなんですよ。この最上級カードを一定の期間、一定の金額以上使うと、こちらのインビテーションが来るって形なんですけども、先日ですね、私はゴールドカードを使ってるって言いましたよね。下から2番目のカードです。インビテーションが来ました。インビテーションはこちらのプレミアムではなくてプラチナにしませんかというインビテーションです。当然こちらのザ・クラスブラックカードを取得するためには、このステップを踏まなければなりませんので、こちらの方のインビテーションを受けることにしましてね。で、受けましたらカードができました、発送いたしますということでございます。ということなんで、私はですね、もうすぐしたらJCB のプラチナ会員になります。これはね、私非常に憧れていたんですよ。今ね、難しいのか簡単なのか分かりませんけども、インビテーションが来てこれになれるっていうのはね、つまりもうこちらが迫ってるってことなんですよね。はい。で、私はこのブラックカードにつきましてはね、単なる憧れてほしいわけですよ。なんせね、40歳の時にはカードが1枚も作れませんでしたからね。で、手元にあった残りのカード2枚の最後のキャッシング枠を使ってネットビジネスの塾をね、生涯1回だけ買ったっていうことなんですよね。で、それが今に続いてるんですよ、うん、だから当時もお金なかったです。クレジットカードのキャッシング枠で買って、それ以来ずっとカードローンの枠はずっとないんですよ。現在もカードローンの枠はないです。すごいでしょ。カードローンの枠がないまんま、このね、ザ・クラスじゃないや、これなんだ、カードがなくなっちゃったけど、これかプラチナのインビテーションが来るというね。だから審査基準は何なんでしょうねって形ですよね。もちろんね、あの昨年の私納税額がちょっとね、うん、すごいですか、あの日本人の平均年収の10人分くらい納税してますんで、それはちょっと目立ったのかなと思いますよね。だから売上ガガーンと上がったんですよね。隠居してからの私の収入ってのは本当とてつもなく上がりましたんで、で、ちょっとね、売上を抑えるわけではないですけど、ビジネスをやめてちょっとブレーキをかけてるところではあるんですけどもね、ザ・クラスでございます。これもうすぐ取れると思います。これね、あ、これか、ザ・クラス、これを取りますよ私は。ザ・クラス、はい、ブラックカード50歳まで取れるかな。だからね、プラチナを2年ぐらい毎月毎月2、30万使ったらいけるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。この辺は分かりませんので、私が人体実験です。それでは、いってらっしゃい。